参加賞 T シャツで作れますよ。実際作ってみて、今こうつけて走ってるんだけど、なかなかいいですね。ガチョです。今回はですね、金哲彦さんが動画でご紹介しているマラソン大会に出た時にもらえる参加賞 T シャツ、それを使って、マスク作ることをご紹介してるんですけど、それを実際僕の方で作ってみて、こうかけてですね、今日走ってみました。で、実際どんな付け心地だったかっていうことを、ご紹介したいというふうに思います。それでは行ってみましょう。はい、金さんが紹介していた参加賞 T シャツで作るマスク、実際作ってみて、今こうつけて走ってるんだけど、なかなかいいですね。いつまでマスクをつけて走らなきゃいけないかわからないけど、これからの季節はおすすめですね。バフと違って息苦しくない、それとここの部分が姿が見えるんで涼しいですね。ちょっと今5キロぐらいパーッと走ってきたけど、そんなに違和感ないです。でこれからちょっとね、1000m を5本試してやってみます。これつけて苦しいかな、わかんない。結構汗でピタッとこれくっつくので汗を吸うから、なので落ちてくることは今のところなさそうですね。で、まあ苦しくなったらこういうことも当然できるから、まあ、こういう風にしても別に苦しいことはないんで、じゃあ2本目いきますか。うよし、1000m が終わりました。疲れた。マスクの感想、速乾性なんで意外に中はねそんなにムチムチした感じじゃないです。ただ汗は全部吸うんで逆に冷たい。でもこれ全部汗なんですよね。だからたまに口の中入ってくるんだけどしょっぱいんですよ。それはまあ我慢かな。それ以外は別に、変な違和感もないし、綿じゃなくてポリエステルなんで、ある意味楽ですね。バフよりは全然いい。なのでぜひおすすめです。これやってみてください。金哲彦さんが紹介している動画は、概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。本当にすぐ作れるので、ただ耳を開ける場所、そこだけ注意しないと、あんまり耳の方、遠くの方に開けちゃうとゆるゆるになっちゃうので、意外にこの生地、T
伸びますから、あの速乾性の生地はポリエステルなんで伸縮性があるので、あのあんまり遠くに開けないで、どっちかっていうと近めにした方がいい。そうしないとこれゆるゆるになっちゃうんで、そこだけ注意ですね。僕は最初ちょっと遠くに開けすぎて1枚 T シャツ無駄にしました。なのでそこだけ気をつけてください。で、あとはこれ家帰ったら普通の T シャツと一緒なんで、洗濯して干してまた明日使おうと思います。ちょっといつまでこういう状況がね続くかわからないですけど、これからすごく暑くなってくるんで、マスクで走って走ると本当熱中症が危険なんで、それだけ気をつけた方がいいですよね。なのでなおさらこの T シャツをリメイクして作るマスクがおすすめなんで、はい、多分1枚ぐらいは自宅にありますよね。それ使ってみてください。今回は以上です。今後はこういうランニング系の動画をどんどんアップしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。そして、グッドボタン、コメントいただけるとすごく励みになります。はい、もう頑張りましょう。それしかない。また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。